そうですね、まあ、眼科全般こうしっかり見れるんですけど、他のクリニックと違うといえば眼精疲労はかなり得意かなと。眼精疲労は目の周りが重いとか奥が痛い、頭が痛い、肩が凝る、首が凝る、首凝り肩凝りは結構いろんな要素が絡むんですけど、結構目からのことも多くて、まあ、そういったところからこうどこから眼精疲労が来るのかっていうのをこうしっかり検査をする、それはうちの特徴ではありますよね。1時間ぐらいかけてかなり詳しく見ていきます。で、目から来る頭痛肩こりの場合はかなりの頻度で改善しますね。そうですね、心がけてることはまず患者さんに納得していただく、どうしてその病気が起こっているのか、どうしてその検査が必要なのか、どうしてその治療が必要なのか、すべてこうかなり詳しく説明するので、ちょっと時間がかかってしまうんですけど、まあ、それはちょっとしょうがないのかなって言ってて、まあ、帰るときにはこう納得して帰っていただくっていうのがモットーですよね。まあ、私個人としてはもうどの年代の方も非常にこう人と話すのが大好きなので、どの年代の方でももうウェルカムなんですけど、多分他のクリニックと違うとしたらお子さん、はい、小児の診察は結構得意なんじゃないかなって思いますね。まあ大人と同じなんですけど基本的には、はい、ただやっぱり診察時間にすごく泣かれたりとか、なかなかこう診察ができにくいことが多いですよね。そういうのはいろんな工夫をしてしっかり検査ができるようになっているので、特に病気がない方でも、まあ、1年1回ぐらいやっぱり視力検査をしておいた方がいいですよね。近視が進んでるんだとか乱視が進んでるんだとか、まあ、老視が進んでるんだとか、そういうのを、検査してどういうふうに対処した方がいいかっていうのは考えてもらうと思いますね。で、そういう意味で1年1回ぐらいの定期検査っていうのはいいと思います。で、あとはやっぱり白内障だったり緑内障だったり加齢変性とか、そういったものはやっぱりこうきちんとこう定期的に見ていかないと進行する病気ではあるので、それは見させていただきたいですよね。納得して帰っていただく、もちろん病気は治すんですけど、患者さんが本当に来てよかったなって思ってくれるようなそういう意味を作ってきてるつもりではあります。